お疲れ様です。タタゲームズです。本日はウェブアプリ2021やっていきましょうということで、今回はですね、6月21日月曜日のイタリア代表ガチャで登場したシーロインモービレを使ってですね、試合の方をやっていきたいと思います。能力値をね、見ていくんですけれども、オフェンスセンスが97、決定力が99、キック力がですね、96ということで、もう得点力の鬼ですね。まあ、こんな高かったらもうほぼ打ったら決まると思いますね。まあ、ドリブル系なんですけども、ボールキープがね、80とちょっと低いんですけれども、まあ、ボールコントロール86、ドリブル88ということで、まあ、ドリブルはね、まあ、できると思いますし、まあ、パス系がですね、ちょっと低いんですけれども、まあ、CF の選手なんで、まあ、そこは問題ないかなと思いますね。さらにですね、ヘディングが93、ジャンプが87なんで、まあ、身長はね、185センチということで、まあ、空中戦でもめちゃくちゃ活躍できると思いますね。で、スピード瞬発91、87ということで、まあ、めちゃくちゃね、速いわけではないんですけれども、それなりにスピードもね、活かせると思いますね。フィジカルコンタクトが92なんで、パワー巻きしにくいと思いますし、ボディコントロールが83はフィジカルコンタクトに比べると低いんですけども、まあ、83あればまあまあ問題ないと思いますね。でコンディション安定度もですね7なんで C 環境でもね安定して勝ちスカに入れることができますね。でスキルの方見ていくんですけども、まあ、軸足ターンとかねドリブル系がちょっとあったり、あとはですねシュート系ですね、ミドルシュートでワンタッチシュートもありますし、まあパス系数値は低いんですけどもワンタッチパスとかありますね。でプレイスタイルがですねラインブレイカーですね。それではですね試合の方やっていきましょう。シャマンチューダーシマジャージの方はオッケー絶好調やね。じゃあこのまま行きましょうかね。お願いします。インモービレ、はいはいはい、走って走って走ってる走ってる、シュート、うわもう今の決まるパターンやろ。止めるの今の、ほんまに止めたん今の。でもまあまあまあ空中戦も強いしこれでいけるんちゃうか思ってんねんけども、ロブソンに、はい、キーパー誰、クルトワ上げちゃう。どんなパスしてんねん。インモービレパス出して走ってズドンで、ボーン、どうしゃいどうしゃい、オッケー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 。やっぱワンツー強いわ。ワンタッチパスがあるんかな、インモービレは。ルンメニギはないけど。んルンメニギあるんかな、わからん。インモービレ、空いてる。空いて、オッケー。ナイス。いやー、ここで打っちゃう。俺の変なシュート、ごめん。俺は何をしたらいいか、今、テンパっちゃって。なんか指がもう打っちゃえ。迷ったら打っちゃえ。俺の、その、上やる上で、決めてること迷ったらもう打っちゃえっていう。かくんよかくん、やばい、あ危ねえ危ねえ、バラン、やばい、今回あるから先に行かな、やばいやばいやばい、今回あるな君。インモビレ抜けた、空いてる、パス、いやーいや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 、まだまだ、いやーマジか、いやー完全に空いてないけどな、厳しいな。今のパスもどうやったかな、もうほぼ覚えてないわ。インモービレ、ドリブル系の、スキルが、いやーもう一個抜けたらよかった。もう一発やな、もう一人。二人抜いて、俺限界、二人抜くのが。もう抜いてんのかもよくわからへんけど。インモービレ、パスだ、ワンタッチパス。今のいい、オシャンティーなパス出して、ルンメ逃げ、抜けてる。オッケー、完璧、ナイスアシスト。インモービレ、ナイス。ワンタッチパスやっぱでかいね、パス数値低くでも。やっぱスキルってそんな重要ってたまに思う。ワンタッチパスって何なかったら、あ、ちょっと喋ってるやん今。おー、ナイス。ワンタッチパスなかったら何みたいな思ってたんやけど、やっぱあるとないとで違うよねってなる。うん、普通にパスミスすな、今。やばい。いやー、そこは、おー、ナイス、ドナルマ。やーぶねー。わかるよ、お相手さんわかる。焦ってね、強く押しちゃうんよ。で、もう時間ないから、もうシュートキャンセルできひんっていう、これがまた難しい、どうするかの問題よね。インモービレパス出して、ロブソン2列目から飛び出してる、ど真ん中に蹴るな、やキーパーはど真ん中当てるためのな人じゃないねん、キーパーは、キーパーが避けてシュート打つんやで、ね、インモービレパス出して、あーパス悪い、やっぱ数値がちょっと気になるね。80やし、80やったっけな、そんな高くないからな、やばい、イサク分かってる、やばい、やめて、イサク、ごめんごめんごめん、謝ってるから。あー、ドナルマ好き、ドナルマに何回助けられてるか。年俸上げよ、年俸何億か知らんけど、イタリアでね結構出てましたね、ユーロでも。あんま見てない。あー、インモビレそこ通る、あー、そこ通れるか。うーん、やっぱ2人囲まれるときついな、1人でもきついけど俺の場合。うーん、ここ大事よ、ここ大事、あーもうここ大事、今言うたやん俺が、ここ大事って。みたいにどうでやね。
はい、というわけでね、今回は6月21日月曜日のイタリア代表ガチャで登場したね、チーロ・インモービルを使って試合してきたんですけれども、まあまあ活躍してくれたんじゃないかなと思いますね。ノロクチ見てもですね、オフェンスセンス97、決定力99、キック力も96、でさらにですね、ヘディング93、ジャンプも87なんで、空中戦でも、普通のシュートでも、非常に高い数値持っているんで、ストライカーとして活躍してくれるんじゃないかなと思いますね。パス数値がね、ちょっと低いんですけれども、アシストで使ったようにね、ワンタッチパスがあるので、まあまあ、アシストもね、結構できると思いますね。さらにですね、後半7なんで、C 環境でも、まあ、ガチスカに入れようと思ったら、安心して入れられると思うので、そこら辺も考えていただければなと思いますね。これからもね、動画出すのでよければチャンネル登録してくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。